안녕하세요카오루입니다こんにちは、カオルです。最近日本のチャンネル登録者数が増えて女の子が増えたので髪の巻き方をよく聞かれるんですけど、今日は、髪の巻き方を紹介していきたいと思います。見ての通り私はお風呂から上がってドライヤーをしただけなのにこんなドストレートなので、それが嫌で昔はパーマとかかけてたんですけど、もう最近はコテばっかりです。ほぼコテをしない日はほぼないかな、今日は私のコテ巻き方、髪の巻き方について説明します。で、別に私美容師とかじゃないんでそんな専門的に巻き方を習ったりとかしたことないんですけど、まあ、私流の髪の巻き方をしていきたいと思います。じゃあまず使うのがじゃん、ビダルシャスの 32mm って一番太いやつです。私昔からなんか細かいなんか巻き髪って好きじゃなくて、なんかできれば大きくてふわっとした巻き方が一番ずっと昔から好きだったんで、いつも使うときは新しいの買ったりしても一番太いやつ、これは 32mm のを使います。で、温度が一番高い180度でいつもやっちゃいます。じゃあ始めていきたいと思います。美容院とか行くと結構ブロック分けとかするんですけど、上と下で分けたりとかで、私はいつも適当にやっちゃうんで、後ろでこうやって適当に半分に分けて前に持ってきて、でここの本当になんか適当、後ろの裾部分をちょっとこういう風に束で取って、これをこうやって挟んで自分側にこうやって巻いちゃいます。で、自分側に巻いて、結構温度が高いんですぐ1、2、3秒ぐらいしたら縦に外します。縦に外して裾をもうちょっとだけ、裾も全部内側に、で、ここで離す。で、なんかこうやって見ると超微妙なんですけど、時間が経ったら多分良くなる。で、残りの毛をこうやって掴んで、ここでも適当に後ろ側からこんぐらいで、これも自分、なんか結構上の方からじゃなくて下の方から巻いちゃうかな。自分側に巻いて1、2、3秒ぐらいで外して、で裾だけちょっと内側に、でこのまま待つ。一番前だけちょっと残して、こういう感じでこんくらいだけちょっと残して、あとはここは同じように。最終的に残ったこの毛は、この毛だけ縦にコテを入れて、外巻きっていうのかな、軽く。で、これも長くしないですぐ抜いちゃって、二巻きぐらいしたら抜いちゃって、二巻きぐらいして抜いちゃう。で、終わり。で、結構ぐるんぐるんなんだけど、コテっていうのはあったかいところから冷めるときに形がつくらしくて、あったかいうちに離しちゃうとなんかあんまりつかないんだって。下の方から、で、なんで後ろの毛を前に持ってくるかっていうのが、私は結構上からぐるんぐるん巻きっていうのが嫌で、後ろの毛を前に持ってくると必然的に下だけ巻けるから前に持ってきて巻いちゃいます。前の毛はこっちはこんくらい、下だけ巻いて、こっちが私分け目がこっちにあるんで、こっちだけ巻いて、で、前髪をね、分かりづらいかな、こんだけちょっと前髪のふわってさせたい部分だけ取って、超急いでシュッて、なんか形がつきすぎないようにこうやって巻く。分かりづらいね。で、完成したのがすごい今変なんだけど、こうなります。後ろから見るとこんな感じ。
多分ここのやり方を聞きたい人が多かったんですけど、私もここはなんか日によっては失敗したりとかするんで、すっごいきつく巻いちゃうと、こうやって前がぺったりしちゃったりとか、なんかすっごいお嬢様みたいになっちゃったりとかするんで、もう前髪するときはできるだけスピーディーに、なるべく温まりすぎないようにパッてやって終わります。さあ、以上になります。役に立つのかわかんないけど、またねー。